それではオリジナル曲を1曲歌わせていただきたいなと思います。ですね、この曲は、この曲をやる前に毎回この話をするんですけれども、24時間テレビ皆さん今年見られました？見たよって方見てないの？この曲で24時間テレビの24時間マラソンってあるじゃないですか。で、この去年24時間マラソンを走られたみやぞんさん、安全漫才のみやぞんさんが言ってた言葉に感動して、勝手ながら作らせていただいた曲なんですけれども、そのみやぞんさんが言ってたのが、僕は頑張って走るけど、それを見てる皆さんが僕頑張ってない、私頑張ってないよってそう思うのはそれは違うと。皆さんも十分に頑張ってるよ。だから僕が走ってる姿を見て、なんか今日はちょっとビール美味しいなとか、そんぐらいちょっとでも心軽くなってくれたら嬉しいんで、そういう気持ちで走りますって宮蔵さんが言ってて、なんかすごい本当に心から優しい人だなって思って、多分本当になんだろうな、他と比べることもなく、ただなんか明るく生きてればそれで十分なのかなって思って、そういう思いで、この曲を作りました。花というタイトルですね。それでは聴いてください。
咲いてる、ただそれだけ。